はい、魔法の研究所の磯です。当チャンネルではエフェクターをはじめ、楽器の、ね、機材について解説レビューしているチャンネルです。今回はですね MXR フェーズ100ですね。こちら75年製、フェーズ100が、世の中に出てきたのが75年製で、こちらの答えは、今日初期のフェーズ100となります。で今回こちらのねペダルのサウンドチェックとともに74年製のですねフェーズ90、まあ、どちらもね、本当にフェイザーとしては有名な名機と呼ばれるペダルなんですけども、まあ、音を比較しながらですねサウンドを紹介していきたいと思います。ではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。フェーズ100と9ですね。この単純に音は結構違うなという印象を受けました。まあ、フェーズ100の方がもう爽やかなフェーズサウンドに感じましたし、やっぱりえぐみっていうんですかね、ジュワッとした感じはフェーズ90の方があるように感じました。こちらが75年のフェーズ100で、74年製のフェーズ90なんですけども、まあ、フェーズ90もね、僕あのブロック体ロゴですね、ここの文字がねブロック体ロゴの78年製のものを持ってるんですが、そちらだとよりこうえぐみがあってジュワッとした感じが出ますし、まあ音量も少し上がる感じがするね、こうロックなサウンドがするフェーズ90あるんですけども、
どうやらフェーズ100も、僕がまあ他の方の動画を見た時はブロック対応が似たような傾向があったので、まあ、フェーズ100もね、もうちょっと高年のものになると音が変わってくるんじゃないかなということは予想されます。まあ、そんな感じで今日はね、こちらヴィンテージの75のフェーズ100ですね、サウンドチェックしてみました。まあ、どちらもね、やっぱあのフェイズペダル、フェイザーペダルとしてはね、ちょっと名器と呼ばれるものなので、うん、でもフェイザーをね、こう試したいとかね、知りたいという方は、ね、体感できるんであれば、ぜひ体感してほしいペダルです。はい、まあ、そんな感じで今日は購入したいと思います。ではまた。